時刻は3時を回りました。3時といえば、マンチタイム。マンチとは英語でムシャムシャとかもぐもぐといった意味があります。なので、マンチタイムは、ムシャムシャもぐもぐタイム。ちょっと小腹が空いてきたので、何か食べようかな。今日のおやつは、これプリッツうま塩レモンペッパー仕立てイ 暑い日が続いていますが室内にいても適度な水分補給と塩分補給が必要です。ということで家にいて何かをしながらでも食べやすいのがこの時期限定で発売されているグリリコのプッッツー。うま塩レモン、ペッパー味立て。手が汚れにくく繊細なうまみを感じやすくする新技術微粒子パウダーを採用。プリッツの甘さと塩レモンの酸味が一緒に味わえる甘じょっぱい系です。 小,み小麦由来の食物繊維が入っているので不足しがちな食物繊維も補えるとめの方ですでは今日のおやつクリリのプッッツうま塩レモンペッパー仕立ていただきます何ですか微粒子パウダーってめっちゃ細かいパウダーがかかってるっていうことなんですかねよく分かりませんが <laughs> オープンすごいあの裏に書いてあるんですけど ラクダペクダポケットって言ってこうあのテレワークしながら食べやすいように立てられるんですねああでも私ねこういう工作苦手だから作れないのこれやめとこう <laughs> 山折りとか谷折りの違い分かんなくないですかねえ <laughs> 私だけあそっちが山谷はあ入れるああ 難しいです。オープンおーなんか、あえ、同じ会社かなビスコの香りがする。違う会社だったらごめんなさい。違うかも。あ、合ってるか <laughs> では、いただきます。送られちゃう。 みっコほほと思って食べたら、全然違うあの、口に入れた瞬間、なんか刺激されますね。しょっぱいのか、酸っぱいのか、わかんないなんだろう。そのままか <laughs>。ええー、な、面白いなんかね、 胡椒を食べた感覚。<laughs> あの、今日は不調です。<laughs> でも、あの、麻婆豆腐に、めっちゃあの、胡椒をかけた時の、驚きと一緒です。うん、美味しい。これね、みんな食べてみてください。多分、それでわかると思います。美味しいぜひ。 マジタイム今日はグリコのプリッツ、マシオレモン、ペッパー味たて,ていただきました。男の動画は z i p f の YouTube チャンネルにアップしますので、ぜひご覧ください。